サンロレンソはメキシコのベラクルス州南部にある先古典期前期の遺跡。メキシコ湾岸におけるオルメカ文明の最初の中心地で、紀元前1150年頃から繁栄したが、紀元前900年頃に破壊され、中心地はラベンタに移った。最盛期の人口は8000人から18000人と推定されており、当時のアメリカ大陸で最大級の集落だった。 サンロレンソ遺跡は、コアツァコ・アルコス川などの川や沼が散在する中の、やや高くなったところに位置している。サンロレンソ、テノチ・ティトラン、ロマデ・サポテ、エステロ・ラボンの4地区に分かれる。コアツァコ・アルコス川を挟んで南東には、エルマ・ナテ遺跡がある。河原県年から、オホチキ、バヒオキ、チチャラスキ、サンロレンソキ、ナカステキ、パランガナキ、 レンプラス期に分けられるが、オルメカ的な要素と階層化の進んだ社会が、出現するのはチチャラス期からであり、サンドレンソ期に最盛期を迎えるが、中洲的に入ると衰退に向かったとされる。中洲的には盛んに破壊活動が行われ、活動がほとんど止まってしまった。その後はごく限られた活動しか見られない。プラントオパールの分析ではほとんどトウモロコシの、 痕跡が見つからず、根形類に頼った食生活だった可能性が高いと、される。サン・ロレンソ遺跡では62基の石彫りが出土している。石彫には、巨石人陶像、人物座像、動物石像、石碑、祭壇などがある。巨石人陶像は10体出土している。記念物21では石に、ジャガーの浮き彫りがなされている。 他にも多数のジャガーに関する石彫りが出土している。ラベンタではピラミッドのように規模の大きな土星建造物が多いが、サンロレンソでは低い土星基盤が多い。建造物の基線はほぼ正確に南北になっている。赤の宮殿と呼ばれる建物では大量の赤鉄鋼が顔料として用いられている。この建物は支配者階級の大型の住居と考えられ、 原ー岩眼製の大きな円柱も使用されている。サン・ロレンソは、マシュー・スターリングが初期の調査を行い、1960年代後半には、マイケル・ディコによって発掘調査が行われた。1990年からは、アンサイ・ファースを中心とした調査が行われている。サン・ロレンソの遺物の多くは、ベラクルス州とハラパの人類学博物館に置かれている。また、 メキシコ式シの国立人類学博物館にも展示されている。ありがとうございます。